逆に、まあ、この際偶数設定とかだったら多少戻り子弱くても初当たりさえ何とかなれば、要は濃いとこ濃いとこ引いてる分にはすぐに上がってきますんでね、モードは。今偶数か奇数かもちょっと分かんない状況ですんで、なんとも言えないんだけど、で偶数でもね、連弾食らうときは食らいますんでね。今お気づきは10台中6台動いてて、6台中4台がもう始まってんだよね。まあ、投資4000円なんですけど、6台中4台が始まってるって考えるとちょっと乗り遅れたね、これ。ちょっとね、大体ね、時々で苦労する時っていうのが、もうこれありがちなんですけど、朝一発目の天国までに、もう初当たり4回も5回も引っ張られる時、そこだけ一発目だけはね、ちょっとさっとね、上げちゃいたいんだ。で、こう、まあ、そこ一回あれば多少です。出ますん でそこでこう、ね、持ち玉になって、その持ち込みで、うん、探り探りやっていくっていうのがもう一番いいんだけど、あの徳島県、まあ、9時オープンなんで、僕がよく沖縄グッドの中部東海圏と時間的には、営業時間的にはまあ同じなんですけど、これ過去ありますんでね、昼の12時に10枚目っていうのが過去3回ありますんで、6台稼働してて4台運っちゃってんだよね。お、危ない。あ、チェリーかな今の。397ゲームで、1万6000円だから800枚。やり方普通だったけど、もう上がんなきゃダメ。頼むぞ。
頭のやつが、あれ実は A でたまたま速いの引いただけっていう可能性があるね。それか、うん、あまあでもまあだから実でも結局2で60パーなんだよね。まあ奇数だったらいい出連弾っていうのもあるんだけど、まあまあ400ちょっと余ったんですけどみたいなの、まあただまあでも1回でもそれでもう狭いぐらい枚数にすると座れてんだよね。そういうのはだからもう2回とか3回とか抜いちゃうと結構なとこまで追い込まれますんで、稼働してる台で天国上がってないの俺だけだ。頼むぞ。で、まあ、まだ2万円使ってないんでねとかね、余裕をぶっこいてるとですね、気づいた頃にはっていうことになりかねませんので、126引いた投資が1000円、あーでも、まあまあ、4回じゃなんともいないけど、まあ、バックス当たりはだから悪くないよね。707ゲームで4回だからね。はい、高速殲滅、これ次も大丈夫だ。やっと危ないところまで引っ掛けた。はい、投資が全部で850枚。まあでもね、その通常のまあ天国とかだとそれでまあ 4,5 連ぐらい平均しちゃうとそうなんで、まあそうだね、1回まあ 700-800 枚返ってくればまあ普通かなっていうぐらいなんだよね。まあもちろん1000枚3000枚刺さることもまあある日はまずあるんですけど、ただね、その一撃でドーンっていう感じの台でもないんだ。ちょっと一発上がるまでに苦労しましたけども、
どうなんだろう。まあ普通でも3連単ぐらいはもうそうそう。あ、まあよしでもないのか。これ天国の8分の1かな。で、そのゼロゲーム当選ゼロが選ばれた時に、あのオシムベルトがね、その光ることがある。ただまあこれだから落ちちゃうこともあるんだよね。ただまあ1ゲーム目なんでこうついて、まあとりあえずビッグはビッグ、違う光り方がいいんだよな。だからよく勘違いしやすいのが、データとか見て連単が続いてて、で1回だけその1ゲーム連が挟まって、でまたそこから単発が前1つでも2つでもつながっちゃったりとかすると、その1ゲーム連がレア役での1ゲーム連だったら要は連単が続いてるっていう扱いになるんですけど、今みたいに天国のゼロゲームとかがで光ってあって1ゲーム連して、でそこから抜けちゃったら外から見るともう要はレア役で1ゲーム連したのか天国の8分の1で1ゲーム連したのか分かんなくなっちゃうんで、で、あ、これ1ゲーム連だからまだ1回も天国上がってねえやと、要は通常日狙いとかする人多いと思うんですけど、その勘違いしちゃいけないの。だからこれはもう純粋に天国の連チャンなんだよ。でだから一発で落ちちゃうケースも全然ありますよね。できれば違う光り方。あ、普通だね。これで4年目なんで、まあまあもう実はもう9大点。ざっと700枚ぐらいこれで帰ってきますんで、まあ、もう一発ビッグでちょいプラス。まだ落ちたとこからまだどうせ飲まれますんで、それなりに、あら、ここで次の山引っ張ってこれるとこぐらいまでの、本当はね、その内部留保が欲しいわけですよ。